奈良市の市秋津サッカー場は、千葉県奈良市の市の秋津総合運動公園にある、サッカー専用スタジアムである。施設は、奈良市の市が所有し、公益財団法人奈良市の市スポーツ振興協会が、指定管理者として、運営管理を行っている。2018年に、神奈川県茅ヶ崎市に本社を置く、第一カッター工業が、命名権を取得しており、同年4月1日から、 第一カッターフィールドの故障を用いている。1970年代から造営が始まり、奈良市の市林会地区の公園地区の中に1982年に開設された。1992年に J リーグに参戦を表明した東日本 JR 古川は当初、秋津サッカー場を1万5000人収容の J リーグ公式戦開催基準に合わせたスタジアムに、 作り変えることで、本拠地とすることを計画していた。しかし、競技場周辺の住民が、騒音問題の懸念を表明したため、奈良市の市議会が検討をしているうちに、結局市原市を本拠とすることになった。その影響から、現在も、太鼓などの鳴り物の応援は禁止されている。1998年までと2003年には12月から1月に、 かけての全国高等学校サッカー選手権大会の1回戦から3回戦までの試合会場として用いられた。2002年の第82回天皇杯全日本サッカー選手権大会3回戦を置いた鳥にいた体国際武道大学の試合でも使用された。また2010年の第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会で使用された。 プリンスリーグや千葉県社会人、サッカーリーグなどで使用される。日本女子、サッカーリーグ所属のジェフユナイテッド市原、千葉レディースが公式戦を開催しているほか、かつてはジェフユナイテッド市原、千葉リザーブズも使用していた。2003年頃から2005年頃にかけて、ジェフのホームタウン拡大に合わせて、ジェフがサテライトリーグ以外の練習試合を、 稲毛海貧困延休議場と並んで、秋津サッカー場で行うことが多くなった。イビチャオシムが、サッカー日本代表監督在任当時は、サッカー、日本代表の練習場として使用されることが多かった。X リーグに所属するアメリカンフットボールクラブであるオービックシーガルズが、奈良市の市を本拠としており、2013年9月29日に、同チームにとって、 初となる奈良市のでの公式戦が開催された。2014年3月31日から6月30日まで、奈良市の市は命名権を募集し、2015年3月に、フロンティアと命名権契約を締結した。契約期間は3年、契約金額は年間150万円で、フロンティアサッカーフィールドの故障を用いていた。 2018年3月に第一カッター工業と命名権契約を締結した。契約期間は3年。契約金額は年間150万円で第一カッターフィールドの故障を用いている。ハット ABC、スタジアム、アキツ。日本フットボールリーグ。2016年5月25日閲覧。速報ならしので、初の公式戦。 IBM に42から41で新章。o ー i ックシー g ルズ l s 公式サイト。2014年11月15日閲覧。秋津サッカー場に愛称が。奈良市の市、httpwww.city。奈良市ナンバー LG.jp。暮らし、スポーツ。 6外4022系150兆2270億9155万 2820HTML2016 年4月29日閲覧。秋津サッカー場、秋津野球場新しい愛称が決定。 奈良市の市、http コロンスラッシュスラッシュ www.city.narasino.lg.jp h スラッシュ kurashi スラッシュスポーツスラッシュ narasino h ネミングライツアキツ。html 2018年6月23日。閲覧ありがとうございます。